こんにちは、平山茂です。今日は10月29日金曜日でございます。もうで、ね、夕方5時を回りました。もう日も暮れてまいりました。皆様本日も一日お疲れ様でした。そして今週お疲れ様でした。土曜日日曜日お休みという方はいい休日を過ごしてください、ね、明日も仕事だよという方は、ね、頑張りましょう。私も仕事でございます、はい、大丈夫ですからね。さあ今日はですね、私はちょっとね、あの仕事が早く終わりましたので、ちょっとイルミネーションが見たいなと、イルミネーションが見たくなりまして、ちょっとですね、三重県にあります菜花の里にやってまいりました。ちょっとこの後はね、ちょっと夜のイルミネーションの映像をたっぷりお届けしたいなと思います。ただですね、金曜日の夜なので人がすごいと思われます。なのでちょっとね、おしゃべりは少ないかもしれません。ただのイルミネーション映像で終わる可能性ありますけれども、大丈夫ですから、ね、しっかりゆっくり楽しんでってください。今夜はイルミネーションでございます。それでは行きましょう。この先はメインイルミネーション。今回のテーマは雲海。
ナバナの里はいかがだったでしょうか。まともにですね、紹介とかできてませんけれども、このイルミネーションだけでもですね、お届けできたらいいなと思って撮影しました。結構綺麗に撮れたと思いますので、またね、繰り返し見ていただけるんじゃないかなと思います。はい、大丈夫ですね。寒い、結構寒いんです。はい、もしね、ナバナの里行かれる方は、寒いですからね、海が近いので非常に寒いです。風がビュービューしておりますのでね、あったかい格好して行ってください。今日もご視聴ありがとうございました。帰ります。明日も仕事頑張ります。頑張ります。皆様も良い休日、お仕事の方は頑張ってということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。それではおやすみなさい。帰ります。トラクター、はい、帰ります。